はい、おはようございます。まずですね、我々として来るべき参議院選挙、また、統一自治体選挙もございますので、衆議院選挙が終わって次に向けてスタートしたいということで、公募のキャンペーンを始めたいと思います。プロジェクト名はですね、来たれ解決のエキスパートということであります。隣に座っている伊藤孝恵副代表はですね、こちらにありますけど、2015年に当時民主党で私が、特命人事部長ということで、公募キャンペーンをいたしまして、この反骨のエキスパートということで応募をしました。休みはなくなる、批判にさらされる、体はきつい、収入は減る、当選の保証なし、しかも民主党だと、それでも日本を救う気概のあるならぜひ応募と、当時批判されまくりましたけども、自虐的だと。ただ今から振り返るとこの通りだなと思うんですが、それでもですね、これに応じてきてくれたのが、今私の横に座っている伊藤孝恵副代表であります。で、今や、私を脅かす代表選挙にも立候補し、また一期生でありながら副代表も務めていただいております。こうした優位な人材をですね、ぜひ国民民主党としても集めていきたいということで、新たにキャンペーンを発足をいたします。で、それがですね、今申し上げました、来たれ解決のエキスパートということで、このパネルを作ってまいりましたけれども、先の衆議院選挙では改革中道、対決より解決ということを前面に打ち出して我々は選挙を戦いました。その結果、議席を増やすことができましたので、単なる批判対立だけではなく、解決策を、世の中のさまざまな問題に対する解決策を示すことのできる政治を我々は求めています。その中で仲間として加わっていただいて、共に社会の、日本が抱えるさまざまな問題を解決するエキスパートをぜひ募りたいということで、このキャンペーンを開始したいと思います。まずですね、本日18時に公設の公募の特設ページを開設をいたします。そこからですね、さまざまな情報発信、また公募のですね、受付を行っていきたいと思います。そして12月9日の20時から国民民主党の公式の YouTube において第1回政治家説明会と、何を政治家はするのかと、これ実は企業だとですね、就職説明会とか企業説明会ってあるんですが、政治は何をやってるのかいまいちよくわからないところがありますので、こういったところを率直にですね、事前に募集した質問に答えながら、政治家とは一体何をしているのか、国会議員とは何をしているのかということを説明をしたいと思います。今後Zoom などでも実施予定の政治家説明会、懇談会なんかもですね、拡大してやっていきたいと思っています。そして12月12日はですね、国民民主党という比例票で一番多かったのは、さすが私の地元香川県ですので、私のお膝元である香川県から、皮切りにですね、候補者発掘全国キャラバンをスタートしたいと思います。私自身が全国に回ってですね、直接訴え、そして仲間を募り、また候補者の、候補者の候補となるような方々、団体、そういったところに自ら足を運んでですね、いわば原石を発掘するたびにですね、これから出ていきたいと、これから春にかけて、年末年始、春にかけて全国を回っていく予定でございます。ぜひ優位な人材を募りたいと思っております。まずは参議院選挙ですけれども、自治体選挙、また首長選挙、こういったですね、各級選挙の候補者を集めていきたいと思います。そして改めて参議院選挙については、複数区については原則擁立を目指したいと思います。合わせて1人区も多数の空白区がございますので、そういった空白区を中心に積極的に擁立を図っていきたい、そのキャンペーンを本日から開始したいということで、この来たれ解決のエキスパート、このキャンペーンを始めたいと思います。私から以上です。はい、ありがとうございました。我々一人区では山形、大分、
候補そうですね、現職のいる山形、大分、そして複数区では伊藤副代表のいる愛知県、こういった現職の選挙区は必勝だと、必ず必勝ということで、あと静岡ですね、我々が推薦して応援した静岡、こういったところは確実に取るということを前提に、さらに仲間を増やしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。都道府県連とも相談しながら進めてまいります。それではこちら公募について何か質問ありましたら挙手の上、社名、お名前お願いいたします。よろしいですか。はい、どうぞ。日経新聞です、ね、日経新聞の与田です。この民主党の頃のことを振り返ってですね、このキャッチコピーとかこれも玉木さんが、そうです、当時はそうです。はい、当時は、はい、まだ2期生だったのかな、2期生が3期生でしたけど、はい、やりました。はい、はい、どうぞ、どうぞ、キャラさん、どうぞ、うん、あちゃあちゃ、ごめん、すみません、ちょっとこれまだ切れてるんです。あ、じゃあ声張ってください。朝日新聞の木原です、はい、の公募についてなんですけども、はい、例えばですね、性別とか年齢とかそういったことを、どのぐらい考慮されているのかということと、もうちょっとこういう人材に来てほしいみたいな具体的なことがあればというのと、もう一個党員サポーターの方がですね、なんかこう SNS とか見てますと、なかなかこうモチベーションが上がらないとか、数がなかなか増えないねとか、なんかどういう特典があるのかよくわかんないです。いろいろそういう声あると思うんですね。その辺のこうどういう今後取り組みをしていくかに、この2点を。はい。まず1点目ですけれども、老若男女、さまざまなですね、まさにこの問題解決のエキスパートに集まってもらいたいと。やっぱ社会を変えていきたいという熱意のある方にですね、まずは応募いただきたいと思っています。で、同時にですね、これまでなかなか政治の世界に、こう参加してこなかったような人材の発掘をぜひやりたいな。具体的にはですね、例えば今回の衆議院選挙でも大変、若い人のご支援も我々多くいただきましたので、また18歳被選挙権を提案したこともありますので、若い世代のですね、応募をまずぜひ積極的に応募してきてもらいたいというふうに思います。合わせて最近ですね、こういろんな情報伝達の手段が SNS が中心になってきているので、例えば YouTuber でですね、影響力のある方とか、そういった方もですね、ぜひ、YouTuber 候補者というような形で応募いただいてもですね、逆にそういった方の方がいろんなメッセージを今特に若い世代、若い世代だけではありませんけれども届ける力があると思っていますので、多様な人材を募りたいと思っています。で、党員サポーターの在り方についてですが、これは民主党時代からですね、民主民進時代から、登録したけど党員サポーターは一体どういうことをすればいいのかということは、ずっと従来から言われている問題なんですが、我々としてはですね、もう少し登録いただいたからにはですね、積極的に政治活動にもっと参加していただくようなですね、こちらからそういった積極的な依頼をするようなこと、あるいは党員サポーター自身が党員サポーターをさらに広げてもらうような、そういった依頼をするとか、少し積極的に巻き込んでいくようなこともこれから検討はしていきたいと思っております。はい、その他よろしいですか。はい、ありがとうございました。後ほどじゃあこの前で代表は写真を撮りますので、それでは公募の件は一旦、公募の件はそれでは一旦締めさせていただきまして、その他について代表の方から何かあればお願いいたします。はい、はい、昨日も両院総会のところで申し上げたんですけれども、来週からいよいよ臨時国会が始まります。で、補正予算の審議が中心になると思いますけれども、この中身についてはですね、しっかり吟味をやはりしていきたいというふうに思います。特に関心の高い10万円の0歳から18歳の給付に関してはですね、やっぱり見直した方がいいと思いますね。で、振り返ればですね、コロナの初期の頃に、
お肉券っていうのが皆さんあったのを覚えてらっしゃいますかね。つまりそのこう、まあ、困ってる人がいる、確かに困ってる人がいるんですが、それを業界ごと役所ごと分野ごとにですね、全部そのクーポンで配ると。確かに政策的にはそれは一つの考え方なんですが、そうするとあらゆるなんとか券が生まれてきて、今回ある意味子ども券なんですよね。で、確かに子どもの学びと育ちをサポートするということは必要なんですが、ただ政策手段としてなんとか券に頼るというやり方自体をやはり大きく見直していかなければいけないのではないかなと思います。やるならですね、我々が従来から主張している一律に10万円を給付して、そして課税時に所得の高い人などからはですね、逆還付という形で課税して返していただくと。そうすると返すんだったらもともと申請しないという人もかなり出てきますので、最も迅速に効果的効率的に困っている人にお金が届くし、でそもそも一旦ですね、集めて配るということ自体に非効率なところがあるのであれば、取ることをやめる、つまり減税するのが一番早いと思いますので、まあ、こういった我々、まあ、消費税 5% の減税ということも提案をしておりますので、こういった減税などについても臨時国会でしっかりと示していきたいし、場合によっては法案を作るということも含めて検討していきたいと思っております。まあ、とにかく今の予算にはですね、非常に非効率なところが、また効果の低いものが多いと思いますので、しっかり吟味をして組み替えを出していきたいと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。それでは質問等を受けいたします。社名とお名前お願いいたします。はい、どうぞ。天野さん、どうぞ。読売新聞の天野です。よろしくお願いします。はい、加藤のことでちょっと恐縮なんですけれども、はい、立憲民主党の泉代表が昨日幹事長など指名しましたけど、この執行部のまだ固まってないですけど、執行部の顔ぶれをどう評価するということが1点と、この執行部に入った4人はですね、代表選の中で必ずしも共産党との関係について明確な答えを明確に説明をしていなかったと思いますけど、改めてこの4人が入ったことと今後の立憲民主党の国民民主党との連携についてどう考えるか教えてください。はい、同世代の方がですね、執行部に入ったということで、まずは祝意を申し上げたいと思います。ただ我々申し上げてきたのは、誰がなるより何をするかということが大事ですので、まあ、共産党との関係は今ご質問ありましたけれども、まあ、これまでですね、まあ、いわゆる市民連合を介した政策協定を結んで、それに基づいて選挙協力して戦ってきたので、当然それには縛られると。少なくとも共産党さんもすでに主張されているので、果たしてどういう関係をこれからですね、築けるのかということはしっかり注視をしていきたいと思っています。で、基本的には我が党は我が党の独自路線を行きます。我々はもういわゆるその市民連合の政策協定には政策が合わないからといって加わりませんでしたし、共産党の候補を擁立をさせ、まあ、擁立される中で戦って勝ってきた候補者もたくさんいらっしゃいますので、我が党は我が党の道を行きます。これが大原則ですから、他党がどうなろうと、まずは約260万の方に国民民主党という名前を書いていただいたので、まずはその思いを太く強くしていくということが大原則です。で、その中で国民に約束した政策の実現、トリガー条項の凍結解除などですね、こういった実現すべき政策については各党等距離で協力をお願いしていくことはもちろんしていきますけれども、基本的には我々は我々の道を行くというのが大原則であります。ですから、まあ、他党がどうするのか、しかも他党とその他党の関係については、まあ、コメントは差し控えたいと思います。はい、その他よろしいですか。はい、どうぞ。日経新聞の与田です。先ほど場合によっては減税の法案もという話がありましたけれども、はい、これは、消費税のことでいいのかというのと、それから、日本維新の会のまとある役職者の方が、一緒に法案出しませんかと今日ツイッターにも書かれてたんですけど、そういったこともあり得るということなんでしょうか。はい、消費税の時限的な 5% 減税は我々としても公約に掲げましたので、当然この実現に向けて、努力をしていく。そして先ほど申し上げたように、何かこう分野を切ってですね、しかもそれをクーポンで配っていく、
まあ、こういうやり方が非常に非効率だということは、今回計上された補正予算の費目を見ても明らかになってきたので、であれば、そもそも取って配って、それが非効率であれば、そもそも課税することをやめるということが非常に効果的ではないか。その意味では、トリガー条項の凍結解除をまさに 25.1 円、リッター 25.1 円の特例の税率を課税しないということになりますから、ある意味減税です、これは。で、消費税の減税もそうなので、まあ、そういったことも含めてパッケージでですね、減税を考えていきたいと思います。はい、その他よろしいですか。どうぞ。おはようございます、はい、インターネット報道メディアでWebJの方です、はい、よろしくお願いします、はい、憲法改正について伺います、はい、吉野智子連合会長は、11月28日のテレビ番組に出演して、2022年の夏の参院選に向け、立憲民主党、国民民主党連合が協力し合って戦える体制を作っていきたいと述べ、立民と国民民主の合流は今後求めていきたいと強調したと言われています。また玉木代表は11月4日吉野連合会長との会談において共産党とは安全保障などの基本政策が異なり一線を画すべきだとの認識で一致したと報道されています。連合は立憲民主党をいわば右傾化させ改憲勢力に引き入れたいと考えているように思いますが、野党の一員でもある国民民主党の代表として玉木さんの認識、特に会見の中で最も優先されるのは緊急事態条項であると自民党が本音を明らかにした件、およびこの内閣、戦時独裁条項を是とするのか否とするのか、明確なご回答をいただけますでしょうか。ちょっと最後の質問をもう一回言ってもらえますか。その右傾化勢力がどうの、立憲民主党を、まあ、いわばですけど、はい、右傾化してその改憲勢力の方に引っ張っていこうとしているのではないか。連合が我々を受け入れして自分たちは、まあ、我々が立憲民主党が立憲民主党を受け入れしてその体験勢力の国民民主党じゃなくて、はい、国民民主党さんはもともと会見の方だと思ってるんですけど、はい、そこに立憲民主を巻き込もうとしている。ああ、なるほど。そういうステレオタイプの議論からそろそろ卒業した方がいいなというのが我々の考えで、はい、会見の議論したら右で戦争でっていうんじゃなくて、我々の認識はその例えば9条に関して言えばですね、その立閣その他の戦力これを保持しないって書いてるにもかかわらず、もう集団的自衛権まであの条文で認められるようになってるのは憲法の規範性が全く失われてしまっていて、いわば檻からもライオンが外に出てるのに、その古い檻を守ろう守ろうといってもライオンがうろうろしてるので、であれば新しい檻を作って少し範囲は広がるけれどもここまでしか行きませんよという新たな枠を入れないと、何ら貢献力の行使 とりわけ軍事的な貢献力の行使に対して何の憲法上の歯止めもなくなっている状況が立憲主義の観点から危ないんじゃないのかって議論しているので、むしろ我々は戦争しないように持っていきたいと考えているので、憲法の議論したことをもって右傾化だ戦争だという議論から早く卒業を日本はしないとまともな憲法議論ができないのではないのかと思ってますので、ちょっと質問に直接お答えなしてはいないかもしれませんけれども、そういう議論を乗り越えて国民のため の憲法議論を静かに進めていきたいと考えております。はい、ありがとう。さらとり大丈夫ですか。はい、はい、何かありましたらいつでも言ってください。はい、はい、了解です。その他よろしいですか。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうだ。